おはようございます。高野雲です。野でまずは業務連絡ということで先日オフ会をやったんですけれどもベージュの傘折りたたみの傘を忘れていかれた方がいらっしゃるので、えー、もしあれでしたら取っておきますのでご連絡ご一報いただければと思います。あと、 サンダルなんですけど、クロックス、ちょっとよくわかんないんですけど、息子のサンダルと間違えて履いて帰って行かれた方もなんかいらっしゃるようなので、それもですね、ご連絡いただければと思います。えー、よろしくお願いいたします。で、今回はですね、ロン・カーターのイベント、ロン・カーターのイベントって言うとちょっと違いますね、ロン・カーターについての本が出版されたので、 それについてのイベントが行われるというお話をしたいと思います、えー。何回かですね、動画、私、過去にアップしてるんですけれども、あの、進行ミュージックから出た、ロン・カーターの人生、最高の音を探してというようなタイトルの本の発売イベントがですね、四ツ谷にあるジャズ喫茶、イーグルで行われることになったそうなんですね。で、ちょっと読んでみますね。えー、ホーームページというかブログに 書いてある内容なんですけれども、えー、イーグル連続公演イーグルでは音楽界の様々な分野で活躍されている方々をお招きしジャズをはじめ幅広いジャンルの音楽に親しんでいただくための連続公演を行っています予約の必要はありません終了は午後6時30分頃ですで第686回あもうそんなになるんですね <laughs>、えー、9月25日の土曜日、えー、午後3時30分よりで参加費は 1500円プラス飲食代だそうでですすん値上がりしたんです、ね、私、先に全然 <laughs> あの連続講演出てないので分かんないですけど昔、確か500円だった気がするんですよね。それが少し値上がりし、値上がりしでまあ、まあこういうご時世だからあれなんすかなちょっと値上がりしたのかもしれませんけどまあ、参加回プラス飲食費だからま1500円で参加してプラスコーヒーとか頼めばまあ、そのコーヒー代もつくという感じだそうです。で えー「最高の音を探してロン・カーターのジャズと人生」発刊記念イベント「音でたどるロン・カーターの反省というのがテーマですねでもうちょっと読むの続き続けますね、えー、この度刊行されたロン・カーターの伝記「最高の音を探してロン・カーターのジャズと人生」過去新興ミュージックエンターテインメントの発刊を記念して同書の編集者である池上信二解説とインタビューを担当した村井浩二そして同書の翻訳者の丸山京子カット カッコじゃないカットじゃないカッコリモール女子戦が膨大な中から厳選したロン・カーターの演奏をおかけしつつ本書の内容を語ります当日は新書の販売も行いますということですえこれ私出ようかなと思っていますので、えー、もし興味ある方はご参加いただければと思います四谷のイーグルでございますね久々にちょっと顔出そうと思ってますけれどもねなんでかっていうとねやっぱりね私ロン・カーター好きなんですよだけど 疑問に思うこともいいっぱいあるんですよねまだそのロン・カーターの「人生」という本、うん、読み終えてないんですけど相変わらず地獄な鷹の雲でございますけれどもゆっくり読んでるんですけどめちゃくちゃ面白いんですよね。でめちゃくちゃ面白いとともにですねさまざまな関係者が語るロン・カーターというベーシスト像がですねやっぱりんなんかね私が思うロン・カーターと ちょっっと,というかかなり違ってるんですよね、まあ、もちろんねロン・カーターっていうベーシストはすごいベーシストだと私思うんですよ特にマイルス・デビス・クインテットでロン・カーターの功績っていうのはもう褒めても褒めても足りないぐらいすごい貢献してるんですよねウェン・ショーターハビハンコクトニー・ウィリアムスだとあのいわゆる第二期黄金のクインテット時代のマイルス・サウンドを形成したロン・カーターの功績っていうのは素晴らしいものがありますしあの独特なノリはやっぱり素晴らしいんですよねロン・カーターのね。あとベースライインののアイディアデっていうのもすごいですし でピッチがあやふやなところもです、ね、その時代の、まあまあ、新主流派の騎手たちハービー・ハンコックとかウェイン・ショーターとか、ね、トニー・ウィームスのような人たちが織りなす抽象的なサウンドを、ね、あの形成するのにものすごく一役も二役も買っているベーシストであるっていう功績はすごいと思うんですよ。やっっぱロン・カーターータていうのはある意味ジャズベースに あの革命をとまではいかないかもしれませんけれども新たなる価値観をもたらした立役者であることは変わりはないと思うんですよだからそれ時代のロン・カーターは私ものすごく好きなんですよねで謎も多いし特に「ネフェルティティ」ってアルバムのロン・カーターのベースなんかは私にとっては永遠の謎なんですよあと「マイルス・イン・ベルリン」だったりとか あと、まあ、ショーターが加入前ですけれども「フォアモア」っていうライブアルバムあるんですけれどもそこで弾かれるソーファットのベースラインとかすごく好きなんですよね私はねかっこいいし躍動感あるしあのノリも独特なんですねロン・カーターにしか出せないノリってあってやっぱりロン・カーターグルーヴって私あると思うんですよだから本当にね素晴らしいベストだっていうことは私の中では変わりないんですけれどもただしなんか周囲の表現というかあの あれね評価っていうのがピッコロベース以降のねピッコロベースってあのほらベースでリードベース取るんですけどメロディーラインを取るね管楽器のようにあそれ以降たバッハやったりとかね でほらマイルスから離れた後のロンカーター、まあ、いいサポートもたくさんしているアルバムあるしね CTI とかからもいっぱい出てますしであのソロアルバムとかも好きなアルバム私あるんですけれどもどうもねクラシックやってるロンカーターとかあとピッコロで主旋律弾いているロンカーターっていうのは個人的にはあんまりいただけないなと思うんですねあとこのチャンネルの視聴者さんの中でもこの間書き込みありましたけれどもグレートジャズトリオのようなね あのまあ、オーソドックスなアコースティックベースであのフォービットジャズやってはいるんですけれどもどうもあのピックアップつけてすごく電気増幅したブーミーな音がどうもちょっと気に入らないなっていう方も少なくないような気がするんですよね。しかしですねあの例えばルディ・バンゲルダーとかクリード・テイラーとかでそういう人たちはロン・カーターのそういう電気ベースに関しては比較的買ってるんですよね。だから、まあ あの発信者側というか音を作る側からの評価っていうのはロン・カーターすごく高いんですよねその本読む限りにおいてはねだから私の耳がただ単にタコなだけなのかもしれないんですね私の乏しい感受性がただ単にハテナマークを頭に浮かばせているだけであってちゃんと音楽を作る側の立場からしてみればロン・カーターのベースっていうのはやっぱり最高に素晴らしいという評価 になっているんですよこの本まだ途中までしか読んでいませんけど読んでいる限りにおいては途中というか拾い読みしまくってるだけなんですけどもね。でまああとはね人物に関しては、まあ、非常に礼儀正しい人きちっとした人で身長がものすごく高いのでその。 あの威圧感っていうのもあるんだけれどもすごく礼儀正しくて腰が低い人っていうのはさまざまなインタビューされた人のね一致した意見なんですけどねでさらに曲がったことが大嫌いとあの筋を通す人とあの人が言いにくいこともきちんと熱血ぶるんじゃなくてまあ荒ぶった声で「オラオラ」っていうような諭し方ではなくてきちんと。 筋道を立てて論理的に相手を納得させるように説得するタイプだというような証言とかもあるのでまあそこら辺に関してはね人間性に関してはとてもあの素晴らしい人なんだなということはよく分かりますしまあ論家とはいい加減な人には見えませんからね <laughs> もうきっちりどちらかというとあのクソ真面目ぐらいな感じのイメージなんですけれども私からしてみればねちょっとはっちゃけたところってあまりないじゃないですかまあ音程ははっちゃけてますけどねあ,あっ <laughs>、まあ、はっちゃけてるものもありますけど <laughs> だから、まあ、人間性は素晴らしい人だということはとても分かりますしその辺はあの、まあ、その通りだと思うんですよただ疑問点がやっぱりねそのもちろん功績はすごく認めますし素晴らしいベースではあるんだけれどもピックアップをつけて電気増幅,してあの電気増幅することによって。 音程がより一層明確にあらわにわななるわけじゃないですかそれであらわになった音程がちょっとピッチ狂ってたりして絵も言えぬ演奏に気持ち悪さみたいのなのをもたらしていることもあるんですよね。まあ、別に私は音程正確じゃなきゃいけない論者ではないんですよ。ジャッキー・マクリーンの,あのぶら下がった音程とかは好きなんですけれどもただほら限度っていうものがあるじゃないですか。だからちょっとロン・カーターのねその。

あのアップテンポの曲とかでは効果的にもたらされることもあるんですけれども躍動感のある演奏とかだとねだけど例えばヘレン・メリルのデュエットとかで「トントントン」ってやるのいかがなものなのかなと思っちゃった <laughs> ヘレン・メリル歌いにくそう」なんて思いながら聞いてたりしていましたけれどもだからあのー、一部ちょっと。 こうてなマークがだからだからこそ周囲のね私よりもねもっともっと何十倍も重度なジャズマニアもっと耳が超えたジャズマニアからはロン・カーターがどのように聞こえるのかどのように捉えられているのかっていうことを知るすごく貴重な機会なんじゃないかなと思いましてですねまあほら村井さんからもお話をお伺いしたいですしあとはあの イーグルに集まる方っっていううのののはもうジャズのもさばっかりなので、ね、私なんかもうひ,よひよっこのひよっこのひよっこ以前の卵ぐらいのレベルなのでイーグルヒエラルキーからしてみればねだからあのそういうジャズの大先輩方たちはそうロン・カーターをどのように捉えているのかっていうような意見が、まあ、おそらく公演中はそういう話は出ないとは思うんですけど本を中心に。あの 進行されていくのだとは思うんですけれどもそのアフターアワーズでね打ち上げとかで。 そういうい意見が交わされるんじゃないかなとも思ってますのでそれに期待していこうかななんて思っていますのでもしあのロン・カーターに興味ある方あるいはもうその本を読んでますよっていう方あとは、まあ、ロン・カーターっていうのはすごくいいベーシストだし気になるベーシストなんだけれどもやっぱり一部のレコーディングではちょっといまいちかなって感じるのがある割には世間の評価はなんかすごいぞっていうような。 あの感じがするとそのギャップをねそういうなんか自分が認識しているあのロンカーター像と世間の評価のギャップそういう認知的不協和を解消したいという方はぜひですねイーグルにあの9月の25日土曜日3時半にあのお集まりいただければなと思っておりますこれね結構イベントによっては早々に席埋まってしまう可能性もあるんですよね。だから かといってあんまり早く行きすぎても <laughs> あれなんで、まあ3時ぐらい3、開始の30分ぐらい前に行こうかななんて思ってますけれどもね。まあもし、 私の,あの姿を知っている人は、まあ、お気軽に声をかけていただければなんて思っておりますけれどもね、まああのー、どういう進行内容になるのかは非常に楽しみでございますね。ということでえ今回はですねロン・カーターのイベントが四谷のジャズ喫茶イーグルで開かれるよという告知のイベン,イベントじゃないや動画をアップさせていただきました。ということでまた別な動画あ、そうそう、それであのもしね、<laughs> 来られる方で、あ俺傘忘れた。 サンダじゃあ、その時俺行くから傘ちょうだいねっていうような方いらっしゃればね、この間の不快で忘れられた方とか、あ、あサンダルじゃあその機械で交換しましょうっていう方がいらっしゃればご一報いただければと思いますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。